お金は私たちの生活の中で大きな影響を与える概念の一つです。多くの人々はもっと稼ぎたい、もっとお金を引き寄せたいと考え、その結果お金に関する悩みやストレスを抱えることがよくあります。このような感情の背後には、私たちが長い間お金との関係についてプログラムされてきたことが影響していると考えられます。私たちは周囲の環境や経験を通じて、物や人、場所、そしてお金との関係を築いてきました。これらの関係は多くの場合、無意識のうちに気づかれ、反射的な行動として現れます。お金に対する感情もその一部です。私自身は人生のあらゆる面で良好な関係を築こうと努めており、お金ともポジティブな関係を持つことができています。幼い頃、私たちの脳波は非常にゆっくりとした状態で、特に2歳から6歳の子供たちは周囲の影響をそのまま吸収しやすい状態にあります。親の言動や周囲からの情報が無意識のうちに私たちの中にプログラムされ、思い込みや信念として定着します。例えば、幼少期にお金は悪いものや、お金を稼ぐのは大変だといったメッセージを繰り返し聞かされると、そのような信念が潜在意識に深く根付いてしまいます。人々が持つお金に対する思い込みは、しばしば過去の経験に基づいて形成されます。お金を失った経験や、十分にお金を持っていなかった家庭環境で育った場合、その人はお金が足りないという感情を強く感じ、それが日常的な思考パターンとなります。しかし、これ自体が悪いことではありません。このような経験は感情を強く揺さぶり、私たちの脳に深く刻まれるからです。脳は感情の変化に敏感で、強い感情を伴う経験をしっかりと記憶に留めます。これにより、ポジティブな経験もネガティブな経験も私たちの思考や行動に影響を与え続けます。特にストレスやトラウマによるネガティブな感情は脳内で強力な信号を発し、その経験が記憶として定着します。このため、ネガティブな感情が強く残ることが多いのです。お金に対する感情も外部の環境や出来事によって影響されます。例えば、宝くじに当たる、成功する、豊かになるなどの外部からのイベントが起こることを待っている人々は、その経験が自分の不足感を解消すると思っています。しかし、このような外部の出来事に依存する生き方は、最終的に満足感を得ることが難しく、常に新たな不足感を生み出すループに陥ることが多いです。このループから抜け出すためには、外部の環境や物質的なものに依存せず、自分自身の内面から感情をコントロールする方法を学ぶことが重要です。感情が現実を作り出す力を持っているため、まず自分の内面で豊かさや感謝を感じることで、外部の状況も自然と変わっていく可能性が高まります。脳科学で証明されたたったの4ステップで実践できる自己変容の科学。私たちの脳は感情や経験によって柔軟に変化し、新しいパターンを形成します。ポジティブな感情を持つことで自己変容が促進され、豊かさや幸福感を引き寄せる効果があります。自己変容を促すためには、まずは自分自身の思考を肯定的な方向に調整し、感謝の気持ちを持つことが重要です。また、過去の経験や習慣にとらわれず、柔軟な考え方をすることも大切です。自分の内面からポジティブなエネルギーを発信することで、自己変容を実現し、豊かな人生を築いていくことができるで、お金と成功を引き寄せるメソッドは、自己変容を通じて内面からポジティブなエネルギーを発信し、豊かな人生を築いていくことを目指します。感情や経験によって脳が柔軟に変化し、新しい思考パターンを形成します。ポジティブな感情を持つことで、豊かさや幸福感を引き寄せる効果が現れます。自己変容を促すためには、自己肯定的な思考を持ち、感謝の気持ちを大切にすることが重要です。過去の経験や習慣にとらわれず、柔軟な考え方をすることで、新しい可能性を迎えることができます。自分の内面からポジティブなエネルギーを放つことで、豊かな未来をつかむことができる。お金への思考と関係を見直すことは、実は人生を変える第一歩かもしれません。次回はさらに深く掘り下げて、その具体的なステップを一緒に考えていきましょう。チャンネル登録といいねを忘れずにね。それではまた次回お会いしましょう。